それぞれ異なるバーハナにまたがるマトリカ。ガルダ、クジャク、ナンビン、ハムサ、水牛、ゾウ、ライオン。バーハナの乗り物として描写される動物、あるいは架空の生き物である。このことからバーハナはしばしば神の乗り物と表現される。神とそのバーハナとの関係は宗教美術や神話の中に織り込まれ、しばしば神がバーハナにまたがった。 あるいは単純に上に乗った状態で描写される。または、クラやハウダと呼ばれる腰のようなものを乗せている状態や、神の横に象徴的な方法において描写されることも、ある。神を見る場合のある、種の送信具とも取れるが、バーハナは、独立した存在として振る舞い、主たる神を象徴する、もの、神の性質の一部をなすものとして機能している。 ヒンドゥーの宗教美術において、一般的には、バーハナはその主たる神の性質を象徴するものとして描かれている。例えば、芝のバーハナである牛のナンディンは、芝の強さと男らしさを、孔雀のパルバには、スカンダの威厳と、荘厳さを象徴する。サラスバティのハムサは、知恵と、優美さを象徴している。その一方で、それぞれの神が支配する悪徳を象徴するものとして、 描写される場合もある。つまりスカンダは、うぬぼれ、剣人欲の象徴としての苦弱にまたがりその悪徳を支配している。ネズミの虫化に乗るがーシ者は、暗闇の中で増えるネズミがごとく取り留めもなく湧いてくる、雑念を追い払う。財産の守り神であるシャニは、ハゲタカの持つ頭壁を抑え込む。シャニの影響下では、バンハナは協調さえ吉調に変える力を持つ。 バーガバタプラーナ写本。アトリとアナスーヤが、それぞれのバーハナにまたがるトリムルティに出会う場面。バーハナは、物語や時代、場所によって変化する。俗伝を含めれば、それぞれの由来は無数の異なった形で伝えられている。ここに三つの例を紹介する。バーハナと対応する神とは、必ずしも一貫性を持っていない。 例えばガネーシャは時にクジャクに乗った姿で表現される。クジャクは一般的にはガネーシャの弟であるスカンダのバーハナであり、また時にはサラスバティのバーハナとして描かれることもある。稀ではあるがガネーシャがゾウにあるいはライオンに多頭の蛇に乗る描写を見ることもできる。神の副讐としてバーハナは主人の力を倍化させる機能を果たす。ドゥルガーは バーハナであるライオンのマナスサラの助力なくしては悪魔を打ち負かすことはできなかった。幸運の女神、ダクシュミーのフクロウ、ウルカは物質的、精神的な富を分け与える。障害を取り除くとされるガネーシャは、象のような力強さを持つ一方で時にその大きな体を持て余す。代わりに、ネズミのバーハナが、マコソウウの働きをする。ありがとうございます。